ドラミちゃん、あ、おにぎりカレーと書いて書いてある。あ、ドラミちゃんはおにぎりでこっちカレー、うん、おもちゃもついてたよ。いいね、それまた遊ぼう。じゃあいただきます。はい、食べていいよ。最初で終わらせます。じゃあポケット、あ、これ小春嫌いなポテトサラダ。ポテトサラダね。なんかこれめっちゃ好き、これ。はい、食べてください。あー、タイチも嫌いな種。種、種ってもしかして枝豆？種と声が言うなんてよ。はい、いただきます。してください。種もちょっと嫌いだけど。じゃあプリン最後。これと声だけ食べて、ママ、うん、次なんから食べ、ね、これ食べて。カツオサラダ食べてあげるよ。食べたくなるね。これ何？え？これプリン用だよ。あ、それプリン。さ、地上が開けるんだ。開けてないよ。開けたよ。あ、開けれた。見て。それは良かったですね。じゃあいっぱい食べてね。どう、プリン？おいしい。おいしい。なんか出ましたよね。これってさ、ターゲット幼稚園児ぐらいなんかな。2人とも食べきれるってことはもうそろそろ足りなくなると思ったよな。タイチもうちょっとカレー食べたいなって言ってた。もう言ってる間に大人用になる。4個食べれそう。4個も食べれそう。まだちょっとお腹空いてる。まだちょっとお腹空いてる。小春はいいよ。おにぎりちょっと残ってる。1個と2個とちゃんぽと4個。タイちゃん全部食べたから。6個食べれる。なんでよ。じゃあカレーにしとったよ。はい、ごちそうさま。ここかかけるか。はい、あのご飯終了。まだプリン、うん、最後はスプーンでちゃんときれいに綺麗に食べるのね。ちょっとやけどめっちゃきれいに食べた。いいよね、子供用プリンが。プリンはあっておもちゃ的だよね。大人は毎日プリンを食べたい。良いプリン。片手で開けた、目は。うん、すごい。美味しいプリン。美味しい。美味しいよ。なんか今日のプリンと違う。なんか温かい。寝ちゃっとしてる。